えいっす、ライバルです。今日やりたいのはシルバディなんですけど、まあ、シルバディってね、ノーマルタイプから放つタイプ1大爆発がね、まあ、一番有名でメジャーで多分一番強いんですけども、まあ、シルバディってそのアルセウスとこのシルバディっていうポケモンにしかないマルチタイプ。シルバディの場合は、なんだっけ、AR システムだっけっていう特性があって、すべてのタイプの力を、まあ、使うことができるんですよね。あんで、まあ、一見僕のパーティーね、電気タイプが一貫してるように見えるんですけど、このシルバディね、今地面タイプのね、シルバディを使ってるんですけど、ちょっと刺さるのかどうかみたいな。相手ボルトロス出してくるだろ、こんな。電気一貫してるもんだって。出してくるだろ、ボルトロス。初手ゾロアークから入って、まあ、ルカリオとかね、リザードンから来てくれたらアドですね。タスキカウンターぶちかませるんで。で、ボルトロスが来たらシルバディに下げて、まあ、全体的にリザ X がね、刺さってそうな雰囲気あるんで、まあ、ルカリオよりはリザードンかな、みたいな。はい、ということで対戦よろしくお願いいたします。まあ、シルバディ自体は動画でね、多分10回は持ったかな。7、8回は動画で使ったことあって、サムネにもしたことあると思うんですけど、まあ、多分ね、ノーマルタイプのシルバディばっかなんですよね。まあ、こういう特性 AR システムを利用したシルバディを使うのはね、初めてかもしれん。で、ランドロス VS、リザードンに化けたゾロアーク。これ相手がトンボとかから入ってくるんだったら、カウンターでいいんですけど、ガンプーから入ってきそうなんですよね。ステロ型だったら。で、カビゴンと組んでるランドロスなんで、いや、スカーフの可能性あるけど、なんか僕が使ってるみたいな回復身の耐久ベースのランドロスだった場合、岩石封じから入ってくる可能性があるんで、まあ、ステロがね、ちょっとあんま、ステロじゃねえ。カウンターがあんま刺さんない可能性があるんで、ガンプー。で、これでイリュージョン解ける。あれですよね。こんだけしかダメージ入ってないんだったら、カウンター打っても倒せないんで、まあ、ヒルミーワンチャンにかけた悪の波動の方が美味しかったかな、みたいなとこある。で、これ絶対ステロ巻いてくるんで、ステロに合わせてリザードン投げます。で、戻して、なんかね、YouTube の規約が変更になるみたいなまとめを見て、なんかそこに書いてあった内容が、僕からすると結構衝撃的で、なんかね、一番ショックだったのはね、名指しで誰かの悪口を言う、みたいな動画を上げると、なんかあれらしい。広告がつかなくなるらしい。なんか僕の動画って7割が、ポケットモンスターっていうコンテンツに依存して作られてて、まあ、残り3割じゃあ何で埋まってるかって話なんですけど、まあ、残り3割ね、人の悪口で生きてる。他人の不幸の蜜を吸って生きてるみたいなとこあるんで、まあ、ちょっとこの変更が来るとね、ダメージが、まあ、でかいわけじゃないけどね、少しダメージを負うことになる可能性があるっていう。まあ、まあ冷静に考えて人の悪口言って受け取ってるやつの方が悪いんですけどね。こんな小学生でも習いますね。小学生の道徳の授業の時に。ただ僕は道徳の授業を真面目に受けてこずに、人格が形成されてしまった残念な人間なんで、まあ、こういう性格になってしまったのもしゃあないかなみたいな。世界が悪いですからね。僕みたいな人間が生まれてしまったのも。まあ僕のせいじゃなくて、生活環境とか、そういう、ものの影響がやっぱ強いと思うんで、はい。世界が悪いと思います。神が悪いと。俺は悪くねえ。ということで、これはインファで落ちるんでね、ゾロアーク切ります。特殊か物理かわかんないですけど、ランドと組んでるルカリオはね、物理の可能性が高いってね、僕が言ってました。どっかの動画で。なんで多分、物理型なんですよ。特殊じゃなくて。まあ、言うて、まあ、特殊もおるけどな。特殊もおるけども、まあ、体感物理の方が割合としては高いかなって感じで。で、まあ、ゾラーク切って、問題は、シルバディがね、ルカリオのインファイト耐えるかどうかなんですけど、まあ、ステルスロックがちょっと痛いなぁ。ただ、シルバディってね、結構耐久があるんですよね。で、今回地面タイプなんで、まあ、格闘技もね、抜群で入らないんで、耐えることを祈りたいなぁ。確かね、メガバシャーモの飛び膝切りは、ギリ耐えるぐらいの耐久があるんですよね。耐久無振りでも。って考えると、特化メガバシャーモね。で、ルカリオのインファもね、耐えそうな気はするけど、特化メガバシャーボの膝とルカリオのインファって確かね、火力指数同じぐらいだったはずなんで。ここはデンジャーから入って、デンジャーで相手のルカリオの素早さを奪いつつ、メガリザ X のニトロチャージの起点にしていきたい。で、相手のラストね、僕の予想ボルトロスだと思うんですよね。こっち電気一貫してるのに、パッと見ね、ボルトロス投げてこないわけないんで、ワンチャンここ、こっちのシルバディが地面タイプっていう情報は相手にも伝わってるから、地面技読みとかで、ボルトはボルトで、あ、テテフは別にいいぞ。一応地面技警戒か。マルチアタック警戒でテテフ出してきて、テテフの攻撃プラスルカリオの攻撃でシルバディ処理つつ、まあ、ルカリオのインファの一環作って勝とうみたいな、そういう感じですかね。で、バグらせて、これでリザ X でテテフは処理できるんで、
ちょ、一回マルチアタック打ちますか。これマルチアタックね、ノーマルタイプの技なんですけど、まあ、シルバリーのタイプによってね、技のタイプも変わるっていうあれなんで、まあ、今使うと地面タイプの技が出るんですけど、ま、さすがにテテフ一撃で落とせないだろうな。言うてマルチアタック。かっこよ、マルチアタック。久々に技エフェクト見たけど。てか、急所でこれがーい。これ急所当たってなかったら半分入ってないってことじゃん。さすがにパワーなさすぎないか。これ、シルバリーでテテフ倒しちゃうとダメなんで、まあ、適当に冷凍ビームで続きますね。適当待って、こいつパワーなさすぎだな。テテフつついといて、相手がこっちの取ろうとしてくる行動に気づいたらだるいっすね。テテフここでロックしといて、リザ X のニトロチャージの起点にしたいんですよね。まあだから、相手がそれに気づいて、ここルカリオとかに下げられるとめんどくさいんで、電磁波連打で。なんか相手の勝ち筋としては、電磁波かわす前提でルカリオ投げとかしかないかなと思ったけど。まあ普通にシルバリー倒してくれたのはこっちからすれば美味しくて、で、リザ出してニトチャ打って、おわ終わりよ。だからサイコフィールとか多分ここで切れるんですよね。なんか、数えてた感じだと。だからワンチャン、いやでもこんだけ HP あればさすがに耐えるか。新速急所だけども。リザ X 結構物理耐久は結構どころかかなり高いですから、防御種族値130だっけ ?131 だっけ、なんか覚えてないけど、なんかヤドランとかと同じぐらいの、あれヤドランより高いんだっけ、ちょっとわかんねえ。リザ X の防御種族値がわからん。バレット、あー、オッケーオッケー。新速じゃないのね。バレットはまあ絶対耐えるから。あー、オッケーオッケーオッケー。で、フレアドライブって、まあ僕いつもね、ルカリを使ってるんで、こうやって豪華の炎の渦の中に、ちょっとぶち込むのは心が痛いですけど、僕の勝利のためにここは眠ってもらうこととします。対戦ありがとうございました。皆さんに悲しいお知らせがあります。次負けたら、レートがね、1600台に行くっていう。多分、負けすぎたし、普通になんかおもんない負け方してたんで、まあ、動画としては多分載せてないと思うんですけど、これが動画投稿者の裏側ですね。ということで、カツ丼さん対戦よろしくお願いします。カプコケコ。いや、これはいける。カプコケコは絶対出てくるんで、ボルトチェンジとかもあるんでね、リザ X と対面しても逃げれるんで、コケコは絶対出てくるんで、地面シルバディが活躍すると。あと相手、カプモンが3体入ってるな。またブルルだけはぶられてるんですけど、まあ、カプは、毒殺できるんで、クロバット刺さるかな。クロバット、ただクロバットのクロスポイズンでも、カプコケコ倒せないんで、まあ、一応それケアでシルバディも連れてっといて、まあ、ラスト誰にするかですけど、バシャーモがね、少し重いんで、タイマンで勝てそうなリザ X ですかね。この3体で行こうと思います。対戦よろしくお願いいたします。どうでもいいですけど、僕の夜飯はカツ丼ではなくて、チキン南蛮でした。でもこの年になると、チキン南蛮のタルタルソースがね、負わせてくる。胃に、僕の胃に対して負わせてくるダメージ量が尋常じゃなくてね、普通に2切れぐらい残したわ。ランド VS クロバット、これ最悪の対面なんですけど、裏に引けないんですよね。裏で、ランド受けれるやつがいないんで、まあ、ブレバーかな。いや、ワンチャンこれでも岩技とかの可能性あったから、あれか、トンボからシルバリーとかでもよかったか。でも、相手のランドロスがトンボ打ってきたら、それはそれでめんどくさいから、まあ、しゃーなしブレイブバードって感じで、結構入ったな、これ。耐久振ってないな、相手のランドロス。ガンプ、まあ、これ耐えそうですけど、死んだが、ああ、まあ、しゃーない。で、まあ、さっきの話なんですけど、人の悪口うんぬんみたいな。でも、まあ、なんかそういうなんかさ、当時、小学生時代とかをそういう感じでこじらせて生きてきたやつが、なんか今のネット界でなんかそういう生き方をしてるイメージだったんですけど、最近さ、なんか YouTuber とかの台頭で、結構なんかそのネットの職業みたいなのが、キラキラした職業みたいに見られがちじゃないですか、世間から見れば。その、ね、言ったらなんか属性的にはアイドル寄りみたいな。俺的には、俺のイメージとしてはなんかもう泥水ですすって生きてるような、なんかニートの派生系みたいなイメージだったんですけど、多分最近の世間のイメージとか、まあなんか上の人たちが頑張ったおかげなんだろうなってこれも思いますね。まあメディアとかにもいろいろ取り上げられたりね。ヒカキンさんとかがね。そのおかげだと思いますけど、ちょっと待ってよ。バシャーモ VS シルバディ。これさっき言ったみたいにバシャーモの飛び下げではね、シルバディ耐えるんですよ。ただ、多分守るから入ってくるんで、こっちのシルバディが地面タイプなのはま、分かってるはずなんで、守るから入ってくるんで、リザ X を無理やり後投げするのはある。ただここわざわざバシャーモから入ってきたってことは、ラストシルバディに勝てないポケモンなんで、カプコケコの可能性あるよな。カプコケコだったら結局リザ X でも勝てるんで、まあ、ここはマルチアタックでいいかな、みたいな。まあ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 、マルチアタックでいいかな、みたいなとこある。あと、
あの、コケコだった場合、マルチアタックでね、カプコケコ倒せない可能性があるんですよね。でし、あの、コケコ側に草結びとかあったら、シルバリーしょられるんで、まあ、ここは突っ張りいいかな、みたいな。あと、ワンチャン相手のラスイッチがコケコじゃなくて、テテフとかだった場合、だった場合でも、シルバリーよりはリザ残しの方が勝ち筋としてはあるんで、まあ、これ地面タイプのシルバリーが結構刺さってますね。選出画面では、あの、こっちのシルバリーが何タイプかっていうのは、相手側、相手視点では見えないんでね。結構、これバシャーモとかさ、シルバリー舐めた選出してきてるんで、まあ、これもいい感じで通ってるんかな。は？シルバリーお前、今日の動画の主役なのに、なんで死んじゃったんだよ。俺はお前を救おうとしたのに、お前は俺を救ってくれねえのかよ。じゃああれだったんで、さすがにもう一戦やって活躍させていこうと思います。あー、ボルトロスいますね。いや、これは出てくるんで、これは出てくるんで、かっこ、2戦前も同じことを言ってたにもかかわらず、ボルトロス選出されてませんでしたがって話なんですけど、これ誰から入ろうかな。ゾロワークからでいいかな、とりあえず。この場合は、多分、ルカリオにね、化けとくのがね、いいんですよね。だから、この順番かな。ゾロアーク、シルバリー、ラスト、ルカリオ。まあ、なんでこの選出にしたかっていうと、まあ、ウィンディはね、どうせ物理型なんで、ウィンディ、クチーとガブが来た場合は、カウンター、だルカリオと、まあ、そのさっき挙げた3体だと、相手側が有利なんですよね。で、普通に突っ込んでくるんで、カウンターが刺さるって話で、まあ、モロバレルは考えないで、クレッセは多分初手には出てこないんですけど、まあ、ルカリオとクレッセだったらクレッセが有利と思って相手は突っ込んでくるけど、こっちのルカリオは実はゾロアークでしたって話なんでって話を消化としたけど、まあ、ガブリアスだったんで、まあ、とりあえず僕の初手は、ルカリオに化けたゾロアーク。これはさっき言ったみたいに、カウンターから入ればいいんでね。ただ、まあ、これってね、ルカリオ側が早いんで、まあ、普通は、まあ普通は、相手がちょっとまともな思考を持ってる人だったら、多分自信から入ってくるんですけど、こっちの交代とかを強気に読んでくるやつだったら、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。ガンプーとかさ、ステロとかから入ってくるやからがいるから、カウンター取んない可能性も、なきにしにもあらずんばかなと思ったけど。てかこれアクハーからでよかったか。あ、でもな、相手のガブがスカーフとかだとアクハーから入ると失敗になるしな。で、カウンターで、これ相手のガブがタスキだとね、一番うざいですね。はい、こんな感じでね。なぜならばサメ肌でね、ゾロアークが殺されるから。まあ、タスキまで削ってくれたんだったら、よしとしますか。まあ、さすがにこれ、シルバリーとガブリアスはね、ガブリアスの方が早いんで、ルカリオから入って、ただ相手の特殊ルカリオが結構ね、パーティー的に刺さってるんで、いや、でもな、これ波動弾なんだよな、気合玉じゃなくて。気合玉だったらクチータにビビる必要ないんですけど、ちょっと波動弾なのがね、響いてきそうな雰囲気ありますね。まあ、一応波動弾持ちってのは、その気合玉じゃなくて、波動弾を使ってるってのは相手にバレたくないんで、まあ、ここは隠す意味合いでもね、ラスカから入るんですけど、まあ、クチートクリセリアとかじゃないかな、普通に。トリルクチート。裏トリックルームプラスクチートの展開で詰めてくる雰囲気あるけど。うわ、D3 来た。てか相手のトレーナーネーム3なんだな。さっきウルトラ3嫌だったし、今回は3ということで。まあ、自分の素性を隠したがるね、陰キャの方が多いですね。3だの、ウルトラ3だの。ここ炎技なんでシルバリーに下げます。まあ、シルバリー多分耐久高いんで一発は耐えるんですよね。あの、ウィンディの攻撃。で、マルチアタックで切り返して、ルカリオの圏内まで入れてくれたら、まあ、オッケーみたいな。フレドラはこれ耐えます。この Z とかだとね、結構危ないかなと思ったけど。え？ハチマキこれ。さっ、え？あ、やばいやばいやばい。あれこれ負け？ルカリオ投げて、あれこれ波動弾で落とせなくない？ D って、D さんって結構、あれだよな。耐久、種族値が全体的に高いから、耐久も結構あるから、D なんで落とせないよな。この D ポケモン。もう何を言ってるかわからんな。D とかいう単語、大きすぎて。大きすぎてじゃなくて、多すぎて。で、D 倒して、クレセだったら勝ちですね。ウィンディクレセみたいな並びあるかな。クチートはだるい。クチートはね、でも2つ勝ち筋があるんですよね。ラスターカノン急所か、じゃれつくかわし、どっちかで勝てますね。相手でも、うわ、もったいね。これシルバリー絶対活躍できたのにな。だってクチートウィンディでさ、地面タイプクソ舐めてるもん。こっちのパーティーにパッと見地面タイプがいないから、その地面一貫進出してきたんでしょ。だからクチートじゃない、僕のシルバリーの負けが、あれだもんな。ガブとかだったら、それこそガブリアスとかだったら、相手絶対クリセリアとか選出に挟んできてるはずなんで。おい、シルバリー全然活躍してないけど。ラスターガロム、救助救助救助。あああああ。
これポケモン運ゲーでさ、さっきの対戦といい、この対戦といい。おい。おい、こんな終わり方でいいのか？運ゲー最高！